ずっと続いておりました北風の方も弱くなってまいりました。カリフォルニアの沖に大きく居座っておりました高気圧の、高気圧圏内から少しずつ離れてきているところでございます。この後バンクーバーまでもしけることなく穏やかな海面の航海が続きそうでございます。今夕から、ジャンデフカストレートと、大変美しい景色の続く海域へと入ってまいります。現在のスピードでいきますと19時ごろ、夜の7時ごろ、ジャンデフカ海峡入り口の航路内へと入ってまいります。このジャンデフカ海峡、バンクーバー島とアメリカのワシントン州の間の海峡でございます。約幅が 10マイル、20キロ弱の幅で、ビクトリアまで約60マイルの航海でございます。ビクトリアでパイロットが乗船いたしまして、ミッドナイト、本日の24時ごろパイロットが乗船いたしまして、その後バンクーバーへと向けて進んでまいります。狭い水路の航行となりますが、夜中の航行でございますので、景色の方は今回は楽しんでいただけないと思っております。本日の夕方、夜7時からはジャンデフカストレート、この海域は少し広い海峡ではございますが、大変美しい森の景色なども楽しんでいただけると思っております。北側にバンクーバーと南側にアメリカのワシントン州の景色を楽しんでいただきます。現在の気象でございますが、風は北西の風2メーター、気温は14度です。海水温度は15度、11デッキにございます蛇口は38度、プールの方は現在温めているところでございます。現在の位置は北緯46度08分、西経125度16分、進路は東北0度15ノットです。この機の水深は1400メーターとなります。夏のバンクーバーの気象でございますが、曇り一時小雨が降るという予報です。最新の、天気予報によりますと曇り一時小雨という予報になっております。最高気温は17度、最低気温は13度が予想されております。本日も一日穏やかな航海が続きそうでございます。夕方からはいよいよ待望のアラスカクルーズの始まりを感じさせる森が見える美しい景色が始まります。